どうもこんばんは、中野篤です。それでは今日最後の動画を撮りたいと思います。最後はロト6の結果を今から確認したいと思います。それでは確認します。キャリーオーバーが5億出てるってことは1等該当なしかな。ちょっと確認します。よいしょ。ああ、1等該当なしで、2等がたった2口。たった二口っていうことはかなり難しいな、これ。金額が一十百千万、4000万。ってことはかなり難しいんやな。まあ、とりあえず、確認したいと思います。緊張する。まずは、ボーナス数字は何か。ボーナス数字20。あ、書いてるわ。一つ、ボーナス数字は一致してる。それでは本数字を見ていきたいと思います。12、21、21ある。そして、22もないか。27、31。惜しい、惜しいか。惜しい。ボーナス合わせて3つか。21、31、20やもんな。21、22、20。惜しいな。3つ一致してるけど、ボーナスで3つやから、当選でけへんかってんけど、でも3個は一致したから、まあ、悪くはないとは思う。3個やんな。20と21と31の3個。ああ、32が33だったら当選やった。あと23が22だったら当選だった。いやー、惜しい。でも今回、1等該当なしで2等、たった2口やからかなり難しかったんやろうな。それで、まあ、ボーナス合わせてやけど、3つ一致したんは、まあ、いいのかな。かなり難しい回で、3つは一致できたから、まあ、ちょっと悔しいっていうところもあるけど、まあ、また、土曜か、土曜に予想したいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。